パメラ・フランクリンは、日本、神奈川県横浜市生まれのイギリスの女優、元子役。主に、回転のフローラー役や、ヘルハウスのフローレンス・タナー役で知られる。1950年2月3日に、日本神奈川県横浜市で生まれる。父親が輸入、輸出業を営んでいたため、家族は他にも香港、オーストラリアセイロンにも住んでおり、その後イギリスに戻る。 当初はダンサーを目指していたため、8歳の時に、イギリスのエルムハーストスクールでバレエを学ぶ。女優としては、11歳の時に、ヘンリー・ジェームズ原作の、ネジの回転を、ウィリアム・アーチボルドとトルーマン・カポーティが脚色した、幽霊ホラー映画、回転で悪霊に見せられる少女フローラー役を演じ、映画デビュー。他の子役時代の代表作に TV ドラマ、ワンパク・フリッパーの映画版、 第2弾である、ガンバれフリッパーや、ベキ・デイビスがウバを演じた、サスペンス、ヨーガの家などがある。1969年には、ミスブロギの青春のサンディ役で、ナショナルボードオブレビューの最優秀女演女優賞を受賞。1970年代に入ってからも、リチャード・マシスンが自ら原作を脚色した、オカルトホラー映画、ヘルハウスの女霊媒師のフローレンス・タナー役や、 H.G. ウェルズの神々の糧を原作にした SF 動物パニック映画巨大生物の島のローナ役などがあり映画以外にも TV 映画や TV ドラマのゲスト出演でも活躍していたが1981年に TV シリーズベガスのゲスト出演を最後に女優業からは遠ざかっている私生活では1972年の オカルトホラー映画、ウィッチングで共演した俳優のハーベイ・ジェイソンと1970年に結婚し、2次を設けている。現在はハリウッドに在住。余談だが、夫ハーベイは、息子のルイト・ミステリー、ピアブックス・インクという書店を共同経営している。ありがとうございます。